デルトビズ日銀が発表した10月の企業物価指数は1年前より8%上昇し107.8となりました40年9ヶ月ぶりの高い伸びとなりプラスは8ヶ月連続です石油や石炭製品、鉄鋼が大きく値上がりしました企業物価指数は 企業間でで取引される商品のの価格変動を示すものですも今後、上昇分が小売価格に転嫁されれば家計の負担増につながり転嫁できなければ企業の負担となるため景気に影響を与える可能性があります。